京都バス、京都バス株式会社、京都バスは、京都府京都市右京区に本社を置く、路線バス事業者である。京福グループの京都における、バス会社として、京福電気鉄道の全額出資により1946年8月7日に、設立され、現在では、同社と共に京阪グループに属している。路線は、京都市北部を中心にして一部滋賀県を移し、 高島市にも路線が存在する。なお、同じく路線バスを運行している、京都市 AA バス、京都市交通局とは、回数券や一部のカードが、共通利用できるほ、西木林出張所の業務を自宅する関係にある。2014年3月22日からは、市バス専用1日乗車券カード、同日から、市バス、京都バス1日乗車券カードに、解消が、 金一運賃区間内で京都バスも使用のうになった。花瀬泉州店の広川原バス停は京都市最北端のバス停、京都市左京区であり平泉州店のくつき学校前バス停、滋賀県高島市は当時発行していたスルッと関西カード使用エリア、鉄、バスを含めての最北端であった。なお、スルッと関西カードは使用可能であるが、 京阪グループのバス会社でありながら、高弱交通と共に2018年まで発行していた京阪グループ共通バスカードは使用できなかった。使用家会社は、京阪バス及び京都京阪バス、京阪京都交通のみ、京阪バスの1日乗車券である、京阪バス IC1 でエチケットも利用できない。なお、ピタパーイコカスイカなどの IC 乗車カードへは2015年11月1日より、 対応している。1921年6月、落北自動車株式会社が創業。京都市上京区小山内河原町、北大地橋に沈めに本社、営業所を開設し、京都におけるバス会社として1.2の古い歴史を持っていた。開業当時は、出町橋から三宅八幡宮と大原村へ運行していたが、年々路線を拡張して一時は落北における。 バス交通を独占した。しかし1925年、京都伝統株式会社、後の京福電鉄直営の旧英山電鉄、1928年合計の倉間電鉄株式会社、現英山電鉄倉間線の開通により、両社間の競合が激化した煽りで、経営不振となり、倉間電鉄との間に猛烈な乗客争奪合戦を繰り広げたが、これが、 諸犯の弊害を生じる結果となり、1930年に、倉間電鉄に買収され、京都伝統株式会社の冒険会社となった。1933年には、京都市電、北大路橋電停を起点として雲木畑に至る、雲木畑バス株式会社も合併し、落北を走る交通機関の調整を見るに至った。なお、現在も、車掌として使われている。 ハウチワのマークは、もともとは、倉間電鉄のものであったものが引き継がれている。一方の嵐山方面は、嵐山自動車商会が創業し、京都市内の千本丸田町から渦政経由、嵐山と月橋に至る営業路線を運行してきたが、次第に京都伝統直営の嵐山電鉄との競合による、弊害が生じ始め、同じく京都電灯が買収することになり、 1938年、嵐山バス株式会社が設立された。その後、満州事変、第二次世界大戦と選挙区は、次第に深刻な様相を見せ始め、統制経済の一環として1941年、廃電統制令が施行され、京都電統は、発送電部門を日本発送電株式会社に、廃電部門を関西廃電株式会社、 北陸廃電株式会社にそれぞれ出資し、1942年4月をもって解散した。残る電鉄部門は、同年京福電気鉄道株式会社として、新発足し、越前、嵐山、永山の三電鉄を直営し、冒険には三国あわら電鉄、永平寺鉄道、丸岡鉄道、あた山、鉄道、倉間電鉄及び、 系列のバス事業などを要していた。当時はまだ戦時中の自動車用ガソリン配給停止が続いており、いわゆる代用品時代で、木炭車や電気自動車が代年車として運行されていたが、いずれもガソリン車に比べて著しく力が劣っており、木炭車主体の倉間自動車は、倉間江北の路線を停止して、どうにか営業を続けていた。電気自動車を主力としていた嵐山バスは、 蓄電能力の関係から前線運行不可能の事態に追い込まれ、両者とも独立しての運行には、幾多の障害が生じてきた。そこで、抜本的対策として、京福電鉄全学出資による、京都バス株式会社が1946年8月7日に誕生した。京都バス株式会社は、合併前の両社からそれぞれ落北。 学生の郊外バスとしての性格を受け継いで発足し、事業規模も従業員27人、車両数14台という小規模な企業体であったが、戦後資材、燃料などの事情も好転してきたのに伴い、合併前に休止していた路線も徐々に復活していった。戦前より、旧京都市内の交通は、主として、市交通局の市電、市営バスが担当し、郊外路線は、 民間バス会社が受け持つといった形態で運行されており、利用客からは乗り換えなしに直通できる運行を希望る声が高かったので、発足当初からの課題は、企業規模の拡大と市内部への進出、特に主要ターミナルへの乗り入れ実現にあった。そこで、行政官庁や関係各機関に働きかけ続けた、結果、京都市との相互乗り入れ協定を締結し、 1950年に、雲毛畑、上黒田、大原、途中の各線が三条京阪まで乗り入れ、続いて1952年に、大原、途中の各線は、四条大宮まで、1953年に、嵐山方面から三条京阪、雲が畑上、黒田の各線も四条大宮まで乗り入れ、翌年には嵐山方面から、京都駅までの乗り入れが実現した。 これにより、市中心部への進出は達成されて、利用客にとっての不満も解消したかに見えたが、相互乗り入れは実現したものの、既存路線から乗り入れ可能となった路線の停留所での乗り降りについ、降車はできるが乗車できない、逆に、都心部から郊外へ向けては、乗車は自由だが、降車は禁止という、いわゆる、クローズドドア制の制約を受けていた。その後、 旅客数の増加や路線の拡充延長が進むにつれて、この制約が運営面に及ぼす影響は一層強まり、完全なオープンドドア制の確立を目指して、京都市と交渉を続けた結果、1972年に市交通局との間に待望のクローズドドア制撤廃に関する覚書を交換する運びとなり、永年の懸念であったオープンドドア制への移行がようやく実現した。 1949年頃から好転し始めた石油事情は来年車からガソリン車への転換を可能とし全国的に貸し切り部門開設の申請が相次いだが京都バスも1950年新規免許申請に踏み切り11月に一般貸し切り旅客自動車運送事業を営業開始した観光受け入れ都市としては日本随一である京都市であるが 市内から立地方へ観光旅行へ出かける人員には限度があり、また観光シーズンとシーズンオフの変動の激しさや、他府県からの直通観光バスやマイカーの流入、市内よりのマイカーによる流出など運営に関する諸種の障害が現れ始め、稼働率の低下や収益率の伸び悩みが経営を圧迫して貸し切り部門の存続を許容したくなった。 このため1968年、東京に本社がある国際自動車株式会社との間に営業上と契約を締結し、18年間にわたって営業を続けてきた貸切部門を廃止した。その後、時を経て貸切事業へ再進出することとなり、2001年に大型貸切旅客自動車運送事業免許を取得し、この免許を活かして契約輸送も開始し、 二千一年からのマイクロバスによる京都産業大学2件茶屋シャトルバスを皮切りに同八月からの川島織物セルコン株式会社の社員輸送を同十二月からの泉やカナートラック北などシャトルバス運行を開始したまた二千三年には三十四年ぶりに大型貸し切り車が導入二千五年にはフルサイズ十二メートルクラスのハイデッカー観光車が 導入された。一方、全国的なモータリゼーションの波は、京都市においても自家用車、ミニバイク、自転車などの激増をもたらし、1981年の京都市営地下鉄、カラスマ線開業など、旅客の交通手段が多様化し、乗客のバス離れ現象が顕著になってきている。加えて、沿線人口の減少傾向と住民の高齢化など、 輸送需要の低下が進んできた中、1989年の京阪電鉄応答線開業や1997年の地下鉄、カラスマ線の全通、北駅国際会館駅間延伸、JR 山陰本線、佐賀の線の沿町駅開業や連覇、京都駅その部駅間の完全複線化などで、通勤、通学客が所要時間の短縮や、 他の交通機関との接続等の利便性から、電車利用を営業する結果となり、旅客輸送人員は1975年、昭和50年度をピークに年々減少の一途をたどっている。この危機的な状況に対処するために、1992年に路線の再編成、鉄道の白紙ダイや改正に相当。これは1997年の地下鉄。 カラスマ戦前通時にも京都市営バスから、左京区北部の路線の大半を移管するにあたも行われているや、輸送需要に応じて、柔軟な車両変更、大型バスから、中型バス、さらには小型バス化や、路線変更などのダイヤ改正を行いながら、過疎地域路線を維持しつつ、百九十三年の、京福電鉄株式会社、京阪電鉄株式会社支援による増資、 花瀬さんの家特定輸送の開始、1993年。この特定輸送の一部路線は、宇治市内まで来ている、北山三角点トレックツアーの実施、1998年より、など、増収、事業の多角化を進めている。2014年3月に、京都市営バスと合わせて、佐賀地区の近逸運賃区間拡大とともに、従来の市バス専用追立乗車券を、 市バス、京都バス1日乗車券、2018年に、バス1日券に、解消に、改めて観光客の理性を向上させる。この施策は2016年3月にも修学院、岩倉、一部区間の未地区で実施されている。かつては、近畿地区の路線バス事業者としては珍しく、富士中工業製車体のバスを導入しており、日産ディーゼル、弦、ドトラックス車以外も、 ほぼ全車を富士重工製車体で導入していた。1998年、富士重工の日野製車足へのバス車体仮想終了に伴い、日野車は純正車体、日野車体製での導入となった。2000年頃から、伊須津車も純正車体、伊須津バス製造製での導入となった。また2003年から、富士重工のバス車体製造終了に伴い、日産ディーゼル車は、 西日本車体工業製の車体での導入となった。バス会社としては珍しく路線バスの車両概要を営業所別のウェブページで行っていたこともあった。2001年3月、嵐山営業所で、ワンステップ大型車1両とノンステップ中型車2両の新造車を導入した。大型車は日のブルーリボンシティワンステップ、中型車は日のレインボー HR ノンステップで、 特に中型車は、京都バス発のノンステップバスである。これらの車種はいずれも京都市内発で、中型車は床面高 300mm と乗降性に優れ、ワンステップ大型車と共に、当時の抵抗会社指定制度の基準に合わしていた。また、車椅子での乗降が可能で、固定スペースも確保しているなど、同年春から施行された、交通バリアフリー法基準にも適合している。 2002年度に導入した日のセレガール FC は京都バスでは1969年4月の観光バス部門上渡以来の大型観光車で従来の京都バスカラーのイメージを打ち破るスモークオレンジで登場した外装はボディ4面に京都バスのローマ字表記のロゴと赤、水色、大々、木の4色のストライプが配置されている内装は 脳性を基調にボディストライプと似た柄がプリントされた座席製である。設備面では、正シート28席の内後部2列は回転し、サロンとして使用できるほか、サブエンジン式フルオートエアコン、天井埋め込み式液晶モニターテレビ、シンセサイザーカラオケ、観光ガイド機能付きナビゲーションシステムなどを装備している。高野営業所では2年ぶりの新車となる、 日産ディーゼルの大型路線車を導入した。富士重工製、新 7E ボディのため、7E ボディと外観に差異が見られる。なお、高野営業所では、初めての車椅子対応車となった。イスズエルガ LV も10.5メートルのフルサイズで導入し、2000年度に導入した全長9メートルのイスズエルガ LT とは一線を隠している。日産ディーゼル車と同じく車椅子対応である。 加えて2001年度に続いて、日のレインボー HR を2両導入した。この車両は、高野営業所管轄の境外路線で使用するため、全長7メートルである。2003年度は、2002年度に引き続き日産ディーゼル、ウーアワンステップを導入したが、上記の通り、富士重工が、バス車体製造を終了したため、1974年3月廃車分から、 実に30年ぶりとなる西日本車体工業のボディとなった。また、日のブルーリボンシティワンステップ2両とイスズエルガ LV1 両も導入している。2004年度は日のブルーリボンシティワンステップ7両とイスズエルガ LV3 両を導入した。2003年度導入車とほぼ同じ仕様だが、京都バスで初の LED 式行き先表示器を装備したほか、 マーガーランプの廃止や降車合図ボタンの変更、車内握り棒のデザイン変更などが施されている。また、京都バスでは、初の大型フルサイズハイデッカー観光車である、日のセレガール FD を導入た。ボディデザインは2002年導入の中型サロンカーを、踏襲しているが、定員は60席、補助席込みとなり、前後2カ所の液晶モニターテレビ、シンセサイザーカラオケなどを装備している。 さらに日のメルファ7も2両導入し、うち1両は山間部のメロディーバス用のマイクを備えている。2005年度も、例年通り、日のブルーリボンシティワンステップ1両とイスズエルが LV2 両を導入しか、2003年度に引き続き、日産ディーゼルはワンステップ3両を導入した。なお、本年度の新車から、座席記事が、K、軽半バスと共通の新デザインとなった。 2006年度は、高野営業所は、例年通り、イスズ・エルガエル V5 両を導入、嵐山営業所は、日のブルーリボン E6 両を導入した。また、本年度導入者から新短期排出ガス規制車となり、排出ガス規制に対応したエンジンである。2006年3月現在、高野営業所には67両配置されている。内訳は、大型車が45両。 日産ディーゼル三十三両、イスズ十二両、中型車が十一両、イスズ大型短弱七両、日野 h r 九メートル二両、同 h r 七平方メートル両、マイクロバスが十一両、すべて日野車、内五両は貸し切り、路線兼用車である。高野営業所管轄には、旧木、花瀬など北山の山間部の路線もあり、中型車は19系統と32系統などで、 マイクロバスは33系統や37系統、27.2946系統などで使用されている。32系統のクラマ温泉広川原館、過去には37系統のヒーラギアから岩屋橋館、ではメロディーを鳴らして走行する。曲は上下別に異なる音楽を使用している。また、嵐山営業所には67両配置されている。内訳は、 大型路線車が四十八両、日の十七両、日産ディーゼル一両、特定、花瀬さんの家の中型車、大型の九点五メートル弱が七両、すべて鈴車、貸し切り車が五両、日のセレガール点五メートル一両、同セレガール f d 一両、日産ディーゼル大型車三両、マイクロバスが二両、すべて日の車、京都産業大学車トレバス専用車が三両、日の車二両、 三菱車一両、教習車が二両を、木野車、日産ディーゼル大型車、各一両である。1999年以降、ワンステップバスを導入している。1996年、マイクロバスで貸切バス事業を開始した。1996年導入車は、二両が貸切専用車、三両が貸切路線兼用車である。 その後、2000年には1984年導入の路線特定兼用車だった大型車3両が貸し切り登録となった。これ以外にも、京都産業大学シャトルバスを貸し切り輸送で運行しているほか、一般路線車が路線貸し切りに充当されるケースがある。かつての親会社が京福電気鉄道であった歴史的経緯などから、京阪バスグループ会社では唯一、 京阪グループ CI ロゴ、京阪を車両に貼っていない。1984年に導入された日産ディーゼルの55号車は25年に渡る活躍を経た後、バスコレクションなどで知られるトミーテックが胴体保存している。関西の交通機関各社ではかつてはよく見られたドアに指を挟むことを意味する指詰めという表現を未だ使用しており、ドアには 指詰めにご注意というステッカーが貼られている。系統番号の付く系統のほか、出入庫の際の系統がある、蔵系統。また、年に一本だけ運転される路線がいくつか存在する。高野営業所管轄、嵐山営業所管轄、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。